ね、新しいのがね。隣のサイトはどんなだろう。17サイト目は、ひでさんとゆみさんです。どうもこんにちは。よろしくお願いします。満を持してのかなお待たせしました、はい、前回あのグルキャンのさせていただいて、そうですね、その時に、ね、皆さんと、はい、ね、知り合って知り合うことができて、あとね、その時に初めてサイト見せてもらったんですけど、ほんまに素敵で、もういろいろちょっと見ていただきたいものがあるので、ぜひよろしくお願いします。お願いします。お二人はキャンプ歴何年になりますか？コロナにもう入ってすぐです。入ってすぐ。なぜかというと、はい、給付金でテント買ったからです。そうです。給付金からスタート。あ、ね、あ、でもそれはいい使い方ですよね。スタートが切れるというね。そうです。以前からあのトレッキングとか、はい、そういうのはしてて、はいはいはい、で山走りに行ったりとか。走りに、トレイルランニングっていうのがちょっと流行ってて、二山越えるみたいなのやってたんですけど、あと自転車やってたんですけど、骨折しまして、あら、それも走りすぎて疲労骨折しまして、いや、落としやなと。で、やっぱりでも自然には行きたいから、うん、テントを購入したらキャンプするやろ。なるほど。じゃあもともと外に出かけるというか、アウトドア派ではあるからね。めちゃめちゃです。お二人ともアウトドア、そうです、共通ですね。共通で素敵すぎる。いやもうギアとかすごい統一感があって、その中にまだですね。ね、でもやっとこさ、まあね、うん、一応形見てもらえるくらいの形にはなったかなっていうね。個性も垣間見えて素敵なサイトになりますので、ちょっと一つずつ見せていただこうと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあまずテントがモーニンググローリーですけど、これ一番初めの幕ですか？あ、3つ目ぐらい。3つ目。3つ目。あとの2幕はね。あとは小川のティエラリンドっていうね、ちょっと小ぶりな、ちっちゃいやつ。あ、はい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 。ちょっと背がね、低かって、と、あと風で弱い。風に弱い。風に弱いんだ。そう、それからワンポールがいいに違うかって、はい、これに行き着いて抽選を10ヶ月待ち。あ、やっぱね、で抽選で当たらないと、ね、そうね。なるほど。やっぱモニグロはいいマスですね。いいマスですね。かなり私も持ってましたんで。で次はこちら。じゃこちらのテーブル、これはゆらぎさんのゆらテーブル。はい、はい、いやめっちゃいいですよね。そうですね、これ02293、はいはい、コラボですね、ゆらぎさん。さすが、私もこれちょっと気になってて、ね、サイズ感がね、ちょうどよくて、ちょうどいいですよね、うん、フラットバーナーも、フラットバーナーがいいです、はいはい、そうです。この真鍮も、真鍮がね、またこのワンポイントがあって、この天板も同時に購入されて、これもとこの2枚はそうですね、ゆらぎさんで、はい、まあこれ全部の面もあるらしいんですけど、うん、僕らあえてこの、はい、これが欲しくて、うんうん、このスタイルでやりたかったんで、これはあえて2枚しか買ってないんですけど、あ、なるほど、はい、それぞれ6枚ぐらいは、これは真ん中限定ですか？フラットバーナーはずらしたり、ずらしたりできます。はい、うん、めっちゃいい。置ける。はい、なるほど。これ外してみ、これ外したら枠だけのテーブル。ああ、そういうことか。そうなんです。あ、これで売ってて、ずらして、そうなんです。向こうが自由という。あ、このテーブルいいな、やっぱり。ねえ。このシェードは
フィールドは 1F さんとこれ合わせて、ね、あ、なるほど、はい、なんか統一感あるなと思ったらやっぱり 1F さん、1F さん、1F さんこの男さん、湯揚げさん、芋作りますね。ねでまあ、このウォールナットをちょっとやっぱりね焼けとかから守るのにこれをどうしてもこいつを間で挟みたかったので素敵なテーブルでしたね。裏切りアウトドアさんは何を食べに行かれてもともとはい、あ、はいはい、これをチェックしました。僕をチェックして見つけたのが、裏切りとどういうところで買ったのかなと思って見て、裏切り近いやんと思って、あ、近いんですか。そう、こっちからオープン当初からは行ってはるってことですね。すごい、じゃあもう、裏切りファンです。ユラギファン、ね、ユラギファミリー、勝手にファミリー。そのアウトドアショップはユラギさんと他どっか行かれたりしたの？フィールドジャックさんが近くやから、フィールドジャックさん、オレンジさんに、あ、オレンジさん、あ、オレンジさんはね、しばらくは初めの頃に用意してます。オレンジもね、入りやすいですよね。やっぱりね、たくさんあるからね。硬派的っていうか、ね、昔ながらのギアとかね、ハイブランド、まあ、昔のハイブランドをずっとね、そうですね、ランタンとか欲しかったら嬉しかったりね。なるほど、あそこはすごいですね。すごい、コールマンはすごい、ね、なるほど。じゃあ次、気になってるところ行きます。で、私も前回からずっと気になってたこのコンテナのカスタム、素晴らしくないですか。これご自分でされたんですか。そうですね、全部革も買って、はい、このボタンも全部つけて、はい、うん、ほんまに自分で。そうですね、この辺は全部、はい、だからまあ有効ボードはね、もうその辺のホームセンターで買ってきて、はいはい、なるほど、うん、いやもうこれはここにはこれって決まった感じですね。一応決まってて、はい、いつでも取り外しできるように、まあ、裏ネジになってるんで、これ一応いつでも買えばいいですね、どこでも。なるほど、はい、うわめっちゃかっこいい、やっぱり。だからまたね、ハンマーでっかいの入ったらここに入りますけど、いつでも組み替えできるんで、はい、取り外し可能なところってめっちゃいいですよね。やっぱギアって変わる、ね、変わっていくね、好きなやつが。やっぱり後のことも考えてた。そう、作りがね、さすがです。あと、私最近トマビット好きなんですこれめっちゃかっこいい、やっぱりクモの巣みたいなね。そうですね、ごとくがやっぱりかっこいいです、ね、これやり始めた時もすぐに見つけて、うん、あ、もうこれ絶対買おうって。いやもうそれがすごい、うん、そんなやり始めてすぐにソマビトに目が行くっていうのがセンスが良すぎる。いやいやいや、私今やっとなんですよ。ソマビトさんがね、これから好きになって、まあもともとコップ買ってたんやな、ソマビトさん。あ、一番最初あのグラスですか。もうすごい古いくなって古い、もう今売ってない感じの。今も売ってます、売ってます。ちょっとデザインがちょっと変わったかな。レーザーコップになれる部分がちょっと変わったかな。そう、あれは今でもその人さんの入り口がこれです。入り口がそれ、あ、これか。いや、かっこいい。あ、なこの塗装がね、うん、かっこいい。それから私がそれを一番最初に買って、はいはいはい、その人さん買って、そう、そっからそのメーカーさんつながりでこれを見つけて、おあ、これいいな。全然その子買った頃、全然あのフェスとかでも行列とかも何もなくて、普通に買いました。じゃあもうほんまに初期なんですね。その初期。え、これガス管かけてるんですか。これはね、100均の、あの、ペーパーホルダー、あ、キッチンペーパーホルダーを使って、ちょうどシンデレラピンですね。お
おおすごい。カンカンの中にこのペーパーを引っ掛ける軸がここに入ってて、はい、でそれを差し込むとなるほどしっかり止まるっていう。それを思いつくんがすごいんですけど。これあったよねみたいな、昔やってた時にあれ使ってたよなとか言って。すごい。この間ではもうみんなパクれるやつです。そうですね、これ簡単に。これ多分今でも売ってると思うんですね、ペーパーものが。すごい、はい、この板は、この板はね、もう普通の、あの端材、はい、会社で出てくるこの木の端材がいっぱいあって、はいはいはい、でそれをちょっとつなげて、はい、で上に革を、本革のやつを貼って。あ、じゃあもう自作。自作で。わ、すごい、めっちゃかっこいい。でこれもね、これで掘りました。ちょっと私掘りました。すごい。なんか私もメーカーのやつかと思った。自作やったね。自作で。だいぶ手震えてますけど。いやでもそれが味出ててね。そうそう、逆にめっちゃいい。もうこれお隣のね、バットいいね。バットさ、これ初めて見たんですけど、酒の台。酒の台。はい。もう酒を置くような台。それだけです。かわいい。ヒデさんのウイスキーを置く台です。ほんまにちょっとした時に持ち運んでね、そうね、いろんなとこに手軽にね、運べる。で、このまた大人気のベルコロートさんの黒ボタン。黒ボタン。これもなかなか手に入らへんって聞いたんで、めっちゃ可愛いですね。こういう付け方ってめっちゃなんかセットみたいな。セットみたいな感じで。ね、ちょうど。かわいい。まあ、ちぼりさんのやつがね、はい、あのネジ下ついてるんで、はい、ちぼりさんでも、まあ、ああいう三脚につけたりとか、はいはいはい、できるんで。あ、へー、あ、そうなんですか。はい、何でもつけてるんでね。セットじゃないんですよ、足は。ちぼり、足はちぼりさん。あ、じゃあ上だけがワットさん。そうなんです。上の台だけがワットさん。台、酒の台やから。そう、台だけなんです。そういうことか。台だけ。台だけ。先を飾るみたいな。そうです。これでちょっとランクアップみたいな。そうですね。雰囲気を楽しもうっていう。かっこいいね。ここだけでもかっこいいですもんね。もうお酒からして味が出る。いや、かっこいい。じゃあ次、行きましょうか。はい、じゃあ幕内の方。いきなりここのテーブルが目についたんですけど、このね、まずね、この観葉植物があるんがめっちゃおしゃれと思って。これめっちゃいいですね。こうなんかちょうどこの、これセットで売ってるんですか。はい、これはセット。これこうやって引っ掛け、これね、ワック持ってこういう風にランタンみたいなところに、こういう風に引っ掛けることもできる。めっちゃ可愛い。とか持っていくようにこうしてはる。いや、めっちゃいいですね。これどこのですか。また教えます。いや、でも初めて見たこれ。ペペココや。ペペココ、ペペココ、はい。そのキャンプに合わせたペペコ。そんなことないと思います。ただでもキャンプの、イベントとかに出展されてます。あ、そうなんですか。これめっちゃいい。はい、機能種類もいっぱいあります。めっちゃいいですね。このふわふわ感もめっちゃいい。これペーパーここで、ここだけ。あ、ペーパーなんです。ペーパーなんですか、はい、これ。すごい。めちゃめちゃ吸水率があって、1回お水をあげれば1週間お水あげる。すごい。これは新しい。これ今から来るんちゃいますね。ちょっとあの最近だって観葉植物とかね、緑ね、美川瀬さんとかも結構あの社長をこう飾り出したから、あれも見ててかっこいいな。いいな。あの緑見にキャンプしに来てるの、緑持っていくんですよ。持っていくっていう。そう。に緑があるのに緑はまだ飾るんです。さらにこうね、幕内にも増やすっていう。いいなこれ。要チェックしよう。調べてみてください。ね、この上のキーの
キーノさん。キーノさんと山の湯のセット一緒。やっぱこの揺らぎセットですね。これも揺らぎセット。やっぱり揺らぎさんの、あのセンスっていうか、やっぱりすごいいいですよね。このストライプがどうしても去年発売されて、うん、はい、もうずっとこれ追いかけてて、でまあ揺らぎさんに追い込むってことになって、行く行くって、入ったらすぐ行くって言って、ダッシュやからこれよく見かけましたね。あ、確かにこのストライプはもう私行った時なかったんで、あ、いいなと思ってストライプ、ね、これ一目惚れで買いました。で、G バイシート、クロキンデイツとサイドにあって、 G バイシートのこの組み合わせも可愛いですね。シルバーとね、ちょっと薄いオレンジのアンバーで。なんでこれオレンジにしようと思ったんですか？なんか、まあ、あの、なんていうのかな、写真撮るときに、はい、あのオレンジがちょうどこう映えるっていうかね、なんかサイトの中が映えたりするから、まあこの色にしようかな。5色ぐらいありますよね。ありますよね。黒っぽいやつもですね、ブルーも。なんかカラフルオレンジとかアンバー系が好きなのかな。好きです。それに確かにこっちもオレンジですもんね。こっち濃いやつで、あれやし、あれもね、結果好きなんじゃないかなと思ってますけど。あ、そうかもしれないですね。なんかもう自然とそっちを選べ、そう選びがちなの。好きなんです。好きですね。はい。で、サンパチのね、このホワイトの、そう、新製品ですよね、これ。そう、これがもう売り切れててなかったんですよ、あれ。あの、お札のね。あ、あれにね、ちょうどいいですよね。このね、ここが枠が。オードシースタイルのニアビンってやつが欲しかったんですけど。はいはい、蝶の。蝶のやつ。外れましたので、買って買いました。もうそのお金で語るって言って。こっち買ったろって言って、やけくそになってますよ。やけくそやったな、これ。外れたんかい言うて、全部白やいや、かわいい。全部白めっちゃかわいいですよ、これ。あー、あの、蝶のやつね。あれ、抽選やったんですか？抽選って、あの、ネットで。ネットで。0.2 秒ぐらい続けました。めちゃめちゃ、繋がらずでした。あれ？更新しても、あれ？あれ？みたいな。売り切れ。じゃあ、あんまり作ってなかったんかもしれない。もともと数も少なかったみたいな。あとね、レイアウトがすごい綺麗で、すごい、あの、台はそれぞれ違うんですけど、まっすぐなんですよね。レイアウトがすごい勉強になります。統一感がある。はい、とても素敵なサイトでした。あのお二人でモーニング・グローリー使ってられて、あのとてもあの配置とか中のこのなんていうのレアとそうモーニング・ローって結構レアと難しいじゃないですか。あのカクカクしてるから。でもあの綺麗にそこの整頓されたレイアウト見てめっちゃ勉強になりました。多分皆さんモニグローリー持ってる方、レイアウトに悩んだことあるんじゃないでしょうか。まあこれやれば嬉しいです。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。本当にね、ヒデさんとユミさん、とても素敵なお二人で、これからもよろしくお願いします。楽しかったです。ありがとうございます。17サイト目でした。ありがとうございます。